では続きまして、皆さんが思う弊社の強みを教えてください。強みか。ではまずカジさんからお願いします。あ、事業展開とか海外とか言ってるもんな。私が考える御社の強みは世界をターゲットにした事業展開です。最悪だよ。数年前から、日本だけではなくアジア、そして世界へと開拓を始めまして、順番的に多分次の次だから、今では20カ国以上で事業展開しているというところが強みだと思っております。そしてさらに、その全体売上が、昨年に比べて 20% 増加しているというところからも、今後さらなる、売上の増加が考えられますので、ブランド力、ブランド力とか商品の品質、はい、ありがとう、この辺りが強いか。よしよしよし、では続いて石川さんお願いします。はい、私が思う御社の強みは商品の品質の高さ、そしてブランド力です。マジか。御社の商品は、マジかよ、数年前から高い知名度がありまして、私だけではなく両親、そして、祖父母など幅広い世代で利用しているということが、分かっております。次ですので、多くの方に長年愛されているということは、御社の商品を使えば安心と、そういうふうな心理が根付いていると感じますので、そのあたりが強みだと思います。次、はい、ありがとうございます。では続いて神谷さんお願いします。抜かされることあるのこれ。私が考える御社の強みは、お客様に寄り添ったサービスだと思います。うわ、マジか。丁寧なアフターフォローは、他社よりも徹底的に顧客に寄り添っていると思いますので、マジかよ、今後も支持され続ける、強みだと考えております。最悪じゃんこれ。はい、ありがとうございます。では最後に小泉さんお願いいたします。はい、おー、どうしよう。ございません。あ、